中ですごく楽しみですし、その代表する選手とかばっかりですし、中にはメジャーリーガーの選手もいるんで、そういう選手と対戦できる機会ってなかなかないので、まずしっかりそのレベルの高い選手に対してやっぱりまっすぐがどれぐらい通用するのかとか、あとそういうやっぱりそういう選手ってこう嫉妬というか、なんか甘いボールをやっぱり一発で仕留める選手が多いので、そういうボールをどれだけなくせるかっていうのを、自分の中ではすごい大事かなと思いますね。ちょっと特別な試合なので、その中でちょっとやっぱり楽しんで投げるから、思い切って勝負できたらいいかなと思います。マジで悔しい、やばい。ヌートバーぐらいから時戻してほしい。うわマジで悔しい、やばい。マジで悔しい、やばい。後ろのでかいヌートバーもそうですけど、やっぱこの辺からちゃんとこう面向いてくるから。やっぱ球場の規格が多分合ってない。10mぐらい下げる。いや、それっすよマジで。ちょっとホームランあれした方がいいっすマジで。泳がして完璧なところ投げて、あんだけ飛ばされたらもう、マウンド1メートルぐらい前からそれに勝てるそれは。うわー、待って、マジで悔しい。リグ行って。でもいいやん、逆にどう、そのレベルのに触れれたことはどうなの？いや、めちゃくちゃ自分が足りないとかじゃなくて。でもやっぱり、このレベルで、ベストピッチ打たれたわけだよね。ベストボール良かったです、ベストボールです。多分普通だったら三振絶対一緒です。で、僕もあれも結構フォーク、絶対フォークと思って、で、フォーク出て、悪い感じの引っかかりもなかったし、全然きれい、めっちゃいいところにスポーンと落ちたんですけど、なんなら初めての対戦、初見っすよ。すごいな、そう思う。フォーク初見です。フォーク初見であんなに簡単に運ばれたのが、マジで悔しいけど、でも、すごかった、花の瓶で。出てきないです、外から。1打席目と2打席目もあれを三振取ったらさ、いくんちゃうって。それはないです、三振。でも、まっすぐとかは、あれ取れてたので、そこはいいかなと思います。確かに、いや、でもメジャーリーガーと対戦できる機会とか、マジで全然ないから、そう思ったら、マジでいい経験でした。このレベルで野球できるように頑張りたいです。